さっきね、ライブさせていただきました。多くの皆さんにね、来ていただいて、本当にありがとうございました。今回は、動画にして、ライブで、見られなかった、方に、またね、そのライブを見てっていうのはね、なかなか酷なことなので、この動画だったら10分弱で行くんじゃないかなと思うんです。この階段がしんどいのよ。10分弱で行くんじゃないかなって思ってますので、はい、もう一遍上がります。もう一遍上がります。よし、もうもしかしたらもう夕暮れかなって思うんですけどね、夕暮れが近いのかなって思いますけど、こんな感じですね、今太陽が。こんな感じです。ライブでも映しましたが、あんまりこう動画でもちょっとね、今息が切れてるんで、お子様に分かるようにこういうふうなね、丁寧なことを書いてますね。あ、今ね、飛行機が、あ、今飛行機が飛んでいってます。あ、見えねえな、肉眼では見えるんですよ。肉眼では見えます。スターフライヤーの飛行機が飛んでます。見えねえな、もう見えねえだろうな。あ、もう消えたわ。あ、多い。もう見えません。あ、今出てきましたけども、カメラで追えない距離にあります、おそらく。まあ、こういうふうなね、ことを書いてます。ね、反対側の車線も、こういうふうな感じで、海になってますんで、まあ、海に、囲まれた橋っていうことになります。はい。もうすぐ、
夕暮れになりそうです。まあこのノーカットの動画ではお伝えできない、日暮れまでねお伝えできないかもしれませんが、はい、今日はここから生ライブをさせていただきました。ライブに来て、くださいました。まあ2回に分けてもうやったんですけど、まあ2回目で電波の通信状態が安定しなくなったんで、もうやめちゃいました。申し訳ない。まあやめちゃいましたって切れちゃいました。はい。また切れちゃいましたんで、はい、申し訳ないなって思って、はい、これはそのライブわざわざね日曜のお忙しい時間にねライブに来ていただけなかった、ね、来ることができなかった皆さんにね、生ライブの放送じゃなくて動画でも見てもらおうかなと思って、はい、もうすぐ日が沈みます。もう昼は終わります。もうすぐ夜になります。で、まだお月様は出てませんが、お月様ももうすぐ顔を出すんじゃないかなって思ってます。はい、こういう感じになりました。もうね、では皆さん本当に今日はありがとうございました。また最近動画を作ってなかったんで、こういう機会でまた動画ができてよかったなと思ってます。本当に皆さんありがとうございました。じゃあね、またねー。